商店、栗木屋台風ラーメン、揚げ麺に粉末スープがついています。麺は細く食感は軽いです。第一印象は比較的繊細な舌触りの麺だと感じました。ただ揚げ油にラードが入っているようで不思議な重量感があります。スープは穏やかな印象で豚骨の毛玉の臭さはなく、香りや刺激も控えめです。良くも悪くも添加物が少ないスープのように感じます。健康食品っぽいですが、正直言ってちょっと物足りなさも感じます。麺とスープのバランスが大企業の製品とはちょっと違う感覚で、これが栗木商店の製品全体に通じる個性になっています。